はい。あ、無理ですか。あ、3、2、1、スタート。さあ、よし、ここが一番、はい。というかね、主人公のこのツっていう名前がエンディングを呼び出す名前になってます。この RTA 基本的に解説することがあまりないんですけど、途中で毒バグというとんでもないバグを使って、この主人公のツっていう名前でも使ってエンディングを呼び出すとんでもないアルテイです。で、パーティーはいつものやつです。よいしょ。あ、ちなみに他の3人はちょっと置物なんで名前適当で大丈夫です。ちなみにここは初期乱数でそのままやってるので、ずっと状況再現が続くので、どこで演歌するかとか、どういう敵が出るかというのは毎回一緒ですね。さあ、ここでこの盾は割と重要なあれです。で、ここでちなみに今セーブデータなかったんですけど、これはセーブデータをわざわざ消してきて、セーブする時間を短縮するという、ね、技術です。この RT するときは基本的に電池の切れたロムがベストですね。で、ここでジャガーが出てくるので、これ炎で焼きます。よいしょ。そうすると、ね、肉が出てくるんですよね。よいしょ。このネズミ男っていうのはちょっとリメイク版でちょっと問題になって、ちょっと修正されたあれですね。じゃあラムホリンクスを今度溶かすと、ラムホリンクスの肉が出てきて、はい、レッドボーンという、いや、これが毒バグの主役で毒攻撃を持っているっていうキャラですね。でしょ。毒バグっていうのは敵を毒に刺して毒で殺すとなんかおかしな挙動が起きるっていうところで、毒持ちのキャラが必須なんですね。で、あとは途中までは普通に進みます。ここは。よいしょ。ちなみにこのゲームのタスがあるんですけど、タスの今の記録が8分25秒ですね。で、自分の最速タイムが昨日出したんですけど7分35秒です。このね、多数で越せない RTA ですね。多数だとこの初期乱数というものが違って、このスーパーゲームボーイで出せる初期乱数がめちゃくちゃ有利で、エンカウントの間隔が広かったりするので、その乱数の関係上 RTA の方が実は早いというとんでもないやつ。多分今日の RT in Japan の中でも結構いろいろありましたけど、ああ間違えた。多数を超えてるのはそうそうないと思います。はい、このダンジョンは基本的にいつも通り普通に抜けるだけなんで、特に何もないです。ここは喋ることないな。あ、ちなみにここのエンカウント全部逃げられるんで、サガ2の逃げられる判定というのが素早さになっていて、今もう全員の素早さがここのなんだっけ、敵の素早さの平均を上回っているので、まあ、基本全部確定で逃げられますね。というので基本的に全部ここは逃げます。
ちなみに逃げられないところの敵も全部調整されているので逃げられないっていうものはありえません。ふう、そろそろ出口が見えてきました。いやここがあのラスダンの一個手前のダンジョンなんでそろそろねラスダンが迫ってきましたよ。さあ足したアイス量さあここまでは普通に進むんですけどね、この次からあのついにねあの長く苦しい戦いを抜けていやラスダンに突入をするんですけど、完全にこの辺は通常プレイですね。よいしょ、OK。ふう、じゃあ次のね、ようやくラスダンに来ましたよ。いや、長く苦しい戦いでちょっとお父さんが出ていきましたけど、お父さんと再会する前にちょっとクリアしちゃうんで。カイさんを仲間にしてから行きましょう。ちなみにこの足軽は逃げられないんで、さっきちょっとセーブしたりしたのは あいつの調整です。さあカイさんを仲間にしてラスダンに進みましょう。ちなみにこのアシュラがどこのコーナー行ってますが、アシュラっていう敵は出てこないんで大丈夫です。この辺の街もね全部入らなくて大丈夫なので、さあラスダンに突入しました。いやここがラスダンです。あちなみにこれあのランス初期化という技で、これであの次のエンカウントが逃げられないんで、あのそれを飛ばしつつあのなんだっけ次の戦いやすい敵を無理やり出現させるみたいな感じ。ちなみにあのあれをやりやすいためにちょっと今回本体を持参したんで、あれ本体によってあの早い遅いがあるんで結構ね機種依存がある。さあラスボス戦です。よし頑張るぞ。あラスボス戦強そうだな。よし、いやちょっとなんか強そうな3体がすごいラスボスが来ましたね。やばい、やられちゃうやられちゃう、大丈夫かな。さあ、ラスボス毒にしましたね。名前の通りこれが毒バグですね。毒にすることによってはい終わりです。はい、ザ・エンドってね。お疲れ様でした。以上です。あちなみにこれタス超えてますからね、8分2秒だね。はい、本番でタスを超えました。いやーちょっと大変でしたね。いやラスボ強かったです。はい終わりで大丈夫です。